ちい。本日講師を務めます浅い水と書いて浅見かほ、よろしくお願いいたします。たくさんのご覧いただきましてありがとうございます。というわけでですね、こちらがどんなルームかと言いますと、現在芸能で活躍中の方、またですね、これから芸能界で頑張っていこうという新人さんなどがですね、芸能や一般教科などをお勉強していきましょうというバラエティ番組となっております。さまざまな授業を用意しておりますので、ご視聴いただいている皆様もですね、一緒に参加していただいたり、応援したいという子がいましたら、ぜひともコメントの方でですね、どしどしいただければと思います。 CM 中になってしまうと思いますが、みんなに伝えていますので、ぜひよろしくお願いいたします。さてさて、私が一人で長々と喋っていてもね、みんなキモキしてしまうと思いますので、早速もう生徒の方を紹介していきたいと思います。それではいきますよ。本日出席する生徒たち、こちらです。出席番号1番時武ちゃん。はい、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 頑張れ。出席番号2番椎田沙和子ちゃん。はい、はい、ここへ来るときスマホの充電 5%、 お財布の残金313円でした。素晴らしい、今日も頑張れ。出席番号3番吉田信子ちゃん。はい、はい、プリンコどうした。はい、出席番号4番はるか梨紗子ちゃん。はい、大丈夫、大丈夫、髪を切りました。可愛いですか。可愛いよ。はい、出席番号5番はるやまりなちゃん。はい、今日はいつもの 1.5 倍元気に頑張ります。お、頑張れ。よろしくお願いします。出席番号6番白鳥のぞみちゃん。はい、いつもうるさいって言われるので、今日はちょっと静かめに頑張ります。よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで、なんだか今日はつまずいたり、いろいろな名札落としたりとハプニングから始まっておりますが、ね、一人ずつ自己紹介をしてもらいたいと思います。出席番号1番時田圭ちゃんから。はい、はい、お願いします。はじめまして、時田圭です。はい、緊張してる。緊張してるね。緊張するね。緊張します。緊張しますけど、どうおバカバレないように頑張ります。頑張れ。お願いします。お願いします。出席番号2番椎田沙和子ちゃん。はい、沙和やんこと椎田沙和子です。お願いします。元気なのかよ。はい、じゃあ出席番号6番かな、白鳥のぞみちゃん。はい、白鳥のぞみです。はい、前回は最下位でなんか10秒間もキス顔を、そうね、なので、そうね、酷評だったので、今回は1位に近づけられるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、お願いします。ナイス。スケバーの5番春山里奈ちゃん。はい、ちょっといつも静かめで、昨日プリウスってあるのをつけられたぐらい静かなので、今日はちょっとスポーツカーぐらいいい感じにしたいと思います。お願いします。はい、はるかりさこです。前回はのぶちゃんにと優勝を取られたので、うん、今回は取って、ちょっとあっちゃんみたいな展開にしていきたいと思います。のぶちゃんを叩きのめします。はい、お願いします。さて、出席番号3番吉田信子ちゃん。はい、まあそう言われましたけど。何ですか。出席番号3番の吉田信子です。うん、今日は、まあ、2連覇、初の2連覇を目指したいと思ってますので、うん、お願いします。あ、頑張ってください。はい、というわけでですね、今日もしっかりお勉強していきましょう。まあ、ご覧になっているお客様と、お越しいただいているお客様、皆様楽しんでいただけますように、生徒ともども神々ですが頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではね、ここ最近の恒例となっております我がね、女子の偏差値の効果を提唱いたしましょうか。みんな起立。やばい。はい、よし、覚えてる人お客様も一緒に歌ってくださいね。はい、良いですか。はい、それではですね、演奏はですね、若本校長にお願いしたいと思います。ワン、ツー、ワン、ツー、対面力の原点は女子力向上ララルル頭の予想を置いといて、とにかく笑顔でララルー、あー、美しき女子の偏差値。はい、ありがとうご
がとう。着席。はい。今朝はね、初めてだったからね、はい、こんな歌があるのかって感じだと思うけども。はい、それじゃあまず授業に入っていく前に、いた CM をご覧いただきたいと思います。じゃあね、前回ね、そういう人だったからのぶちゃんに CM 振りお願いしようかな。一番のカメラに向かってお願いします。はい、それでは CM ご覧ください、どうぞ。GF Enterprise。 真っ白な思い出が募り、君と歩いてたったら足跡は今も残っていたのでしょうか。アッシュベリーサードミニアルバム、ブラックブルービー、ナウオンセール。徳島県でも違う、鬼退治で、なんか、
あ、そんな気がした。そんな気がした。すごいでございます。はいはいはい。はい、じゃあ2問目いきますよ。いいですか。はい、2問目がこちらです。どうぞ。はい、次のシルエットになっている。はい、これも答えもわかります。これも。もうわかります。わかる？本当に。これ間違ったら私もね死ぬしかない。これですよ。これ。これ。まあこれ。何何何。まあ好きな人はねここにね年間通う人もいるよねっていうね。すごいじゃん先生。ありがたいでしょ。すごくないか。どうしたんだろうね。ちょっとみんなが分かりやすいで教えてみた。もうなんで。形で分かった。あ、形で分かった。形もいいね。え、でもなんかいい。今ね。思い出せ。思い出せ。何か思い出せ。天気、天気予報思い出す。現役中継頑張ってきてよ。あ、ありがとうございます。ほらほら。みんなが行く場所。みんな行くばっかでしょ。結構行くよ。私も行くよ。でも、地理なんてやってません。みんなもすごくさらかけたみたいなね。もうすぐさらかけましたね。はい、じゃあみんな回答オープンしてみちゃいましょうか。いきますよ。せーの、ドン。はい、みんな揃って千葉県で吹いてました。はい、じゃあ答えの方お願いいたします。答えはこちらです。どうぞ。はい、大正解。千葉。なんでどうしたの。今日賢いじゃない。賢いよ。すごい。今日ついてる。今日ついてる。今日ついてる。ついてるの。ついてないの。問題なの。素晴らしいね。すごい素晴らしい。嬉しい。いいですね、皆さん。あ、これ結構大変なことなんだよ、結構大変なんだ。今日なんか仕事ない。はい、じゃあ、ね、もうこのままサクサクっと3問目いっちゃいましょう。はい、終わりじゃないのかな。まだだよ。はい、3問目はこちらです。どうぞ。なんだよ、はい、海に面した時を見つけたら素晴らしいということで、いきますよ。これこそ、これこそもう待って、わかるかも。あ、でも違うかな。これね、あの別に3つしかないわけじゃないから、その中の3つが書かれてるのが分かった。じゃあ行けるとは思うさ。真ん中ら辺にあるやつでいいんですか。真ん中ら辺にあるやつでいいですか。真ん中ら辺にギュッとしてるところに。そうね。真ん中ら辺にイメージないよ。そうだよね。わからへん。かけたと思う。じゃあ1個は分かる。いいじゃない。1個は分かります。1個は分かる。ちなみにね、全部でね、8つあるんですよ。そんなに。うん。その中のね、3つでいいからなかなか優しいよ。ほうほうほう。今相当面してますからね、海。そうね。さっきはね、海に面してたことか、海に面してないことか、そうだよね。確か、意外にみんなそろそろ分かってます。いやー、そうね。そうなんだよ。タイムアップしましょう、タイムアップ。あ、なんで。あーよしじゃなくて、やめろ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 。はい、いけたか。うるるるるる。はい、どうもいきますよ。せーの、ドン。のぶちゃんが栃木、茨城、佐賀。全然違う。りーちゃんが群馬、山梨、長野。みなちゃんが長野、栃木、群馬。ね、のちゃんが長野、大阪、愛知。あ、ね、のぶちゃんじゃないよ。岐阜、長野、栃木。けいちゃんが群馬、長野、岐阜。なるほど、なるほど。割とやっぱりね、これだけあると、こんだけ八つある中から三つ絞んなさいって言ったら結構ばらけるね。でも、なんとなくみんな、長野はないなっていうのがね、分かったね。長野ないんだ。はい、じゃあ答えをオープンしてください。どうぞお願いします。ないないよ。こちらです。はい。栃木県、書いた人丸つけてください。栃木県、全然ない。あ、私群馬県、埼玉県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、奈良県。お、正解してる。あ、正解してる。イエーイ、正解してます。はい、奈良です。正解したのが、これ以前に県って書いたのに、ふって感じがそうなの。ふを出してきた。今正解だったのが、さわやか、えーちゃん、りーさんこで、やばい、みなちゃんね。いいですね、いいですね、みんな全然よくないですね。なんかちょっと面白かったね。剣を書きなさいってだからだ、ヒントだったもん。今並んでる、今並んだから。はい、じゃあもう一問いきますよ。次の問題まだあるよ。次の問題こちらです。どうぞ。
はい、三重県の県庁所在地を答えなさい。はい、わかりました。いけるでしょ。早い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 。すぐわかるでしょ。でもこれ私ね、わかったの。お、あのね、今年から友達が三重で働いてるの。お、多分こここれだと思う。本当に三重に行くことを今計画立ててるの。一回聞いたらなかなか忘れない。いける県庁所在地の一つよ。そうです。なんか有名なのってありますか？有名なの？三重はそう有名なのいっぱいあると思う。確かにそれが県庁所在地だったかどうかは。
わかりました。はい、なのでみんなどうする？順番はとりあえずこのまま行ってみる。どういう順番ですかこれって。だとしたら、出席番号順でいこうかな。あ、私は3、そう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 、3文字目。こう1、2、3、4、5、6文字目。はい、1、2、3、4、5、6文字目。はい、いけますか。はい、オッケー。みんな回答するんだよ。はい、あ、6文字目を回答する。そうそう、こう出席番号順に読んだら一つの言葉ができるってことだよね。はい、はい、じゃあいきますよ。第1問目はこちらでございます。どうぞ。逆にする。仰げば尊し、仰げば尊し。この後の漢詞を書いてください。この後私習ってません。え、嘘。本当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 。習います。まあだとしたら勘で。待って、勘で。本当にこれ結構親にもびっくりされるんですけど、これ習ってないんですよ。これちなみに漢字じゃなくてひらがなで6文字にサワヤンはできるので。ちょっと待って待って、残り30秒出して。それだ、それ。6文字だ。いや本当に知らない。これちなみに卒業式で歌うから。歌いました。私歌ったことない。旅立ちの日にだった。頑張って。サワヤン大事。卒業式だとしたらってことだよ。サワヤン頑張って。あのひらがなで言うちょっと難しい方。ひらがなでちょっと難しい方ね。ちょっと難しいひらがなで。ね、違う、でも、ね、違う、ね、違う、ちょっと待って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  なかなかの、なんだなかなかですね。はい、ということで、今大会だったのが、まさかの大変な組でございますね。歌ってないじゃないの。うちら歌ってないですよ。歌ってなかった。ちょっと面白いね。旅立ちの日にならばはい、じゃあ続いていきますよ。ルールは分かったかな。はい、はい、はい、順番はどうしますか。そのままでいいですか。はい、じゃあいきますよ。はい、はい、2問目。それでは2問目お願いします。どうぞ。はい、シンガポールにあるこの像を、という。あ、わかった。絵を見ればね、絵を見れば。はい、わかりました。はい、いいですか。わかりました。これならわかります。サクサク言ってるね。え、これ片。あ、こちらでいいんだ。ダメよ。これは聞いたことがちゃんとあります。大丈夫ですよ。さっきは歌ったことがありません。これはね、聞いたことあるよね。ああ、そうね。なかなかみんな今日はね、余裕が、これ私。すごい好き、すごい好き。はい、じゃあ余裕そうなのでフリップオープンしちゃいましょうかね。はい、それじゃあ皆さん回答オープン、せーの、ドン。はい、マーライオン。はい、綺麗に文字ができましたね。はい、正解はもちろんこちらです。どうぞ。はい、マーライオン。いいね、みんな2ポイントずつ入っちゃった。やったー。でも差が効かない。2ポイントずつ入っちゃったらすごいことなんだよ。2って書いたから。これね、正の字書いた方がいい。確かに正の字入った方が早い。正の字書いた方が早い。はい、ここからちょっと正の字に移りたいと思います。大変すごいね、ちょっとね、今日みんながすごい正解してるね。ちょっとやっぱ偏差値上がってるよね。偏差値ね、上がってる。なんかね、最初の方の上がってたね。はいはいはい。すごいね、ここに来てみんなが2ポイントずつを取り始める。素晴らしい。はい、いいですね。はい、いきますよ。はい、はい、じゃあ次の質問じゃない、問題いきます。せーの、ドン。こちらです。はい、行政のトップである機関のオソ、という。まあこれはね、全部漢字です。え、全部漢字。わかりました。全員漢字です。私意外と難しい漢字なんだ。あ、そうね。
オッケー。かけます。あとね、のぶちゃんがね、すげえ隠すが多い。え、かなりかけないですよね。これ、ひやおうでしょ。オッケー。これね、いやでも、かけるよ、かけるけど。全員感じですよ。全員感じ。全員感じです。え？これ、ひらがな入りません。全部漢字で書いて6文字です。ヒントください。ひらがなだと、11文字。え、もうダメ、わかんない。これはほら、あのね、数は難しくはない。難しくはない。ちょっと待って、その感じ知ってる。え、それ私習いました。絶対習ってる、絶対習ってる。いつ習いますか。これ習わないことはない。小学校のもの、知識はある。もう解散させて、こいつを下ろすためにどれだけの人が頑張るか。リズちゃんは結構簡単。なんか言ってたじゃん。ケイちゃんも割と簡単ですよね。そうそうそう。簡単ね、今は結構続いてる方。そう。え、ちょっと待って。簡単。今結構続いてる方。続いてる。頑張ってるよね。早い時は死ぬほどすごい速いサイクルで変わった。なんか6ヶ月ぐらいで変わった。もう順番分かんないじゃん、これ。中書いてもう、ダラダラって。いけた？はい、いけましたか。はい、じゃあオープンしますよ。せーの、ドン。骨格リリダイヤ。漢字書いてませんでした、今。ないないない。どうした？これを見て分かりました。ちなみに、ケイちゃん何だと思って、なんか。わかんないから、国会。あ、とりあえず国会で、あ、まあ、そっちの方目だな。のぶちゃんは総理大臣は分かったんですけど、それが分かんなかった。え、あ、内閣。そこがね、分かんなかったよね。総理大臣分かったら分かるよ。だって漢字って言ってたの。内閣が分かんなかった。でも漢字って言ってたの。いろんなことがありますが、正解はもちろんこちらでございます。どうぞ。はい、内閣総理大臣。ちなみにのぶちゃんが担当だったのはそうなんです。総理大臣、総理大臣がそうだったんです。はい、ということで、はい、かけたね。さわやんとりーこちゃんと、悲しい、追い上げてきたんじゃない。さわやんとあくちゃん、りーこちゃんとみなちゃんとのんちゃん。あー、はい、なかなかね、あれしまいましょうかね。はい、もう一枚いこうかな。はい、いきますよ。それでは次の問題、こちらです。どうぞ。はい、スマホで指を滑らせて文字入力をすることを、わかった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 。さすが若者ですね。あれですよね、カタカナの人と漢字の人がいますよね。いますよ。待って、待って、私わかんないし。わかります。あ、でもね、わかんない。きょんちゃんはカタカナ関係ないから。なんかあんま考えなくてもできる。わかんない、そっちわかんない。え、あ、前半がわからないから。わかるんですけど、漢字が。え、わかるよ。漢字ね、多分1年生で習うんじゃないかな。もし漢字がわからないのであれば、それは多分ね、考えてください。そうだね、そうだね。これ、あんまり悩めないでください。ひらがなを1回言った。え、ダメですか、ひらがな。そうだね、これに関しては漢字。これが書けないなんてことはないから。私は何ですか。え、カタカナ、カタカナ、カタカナ。あなたはカタカナ。カタカナ。私はカタカナ。リーコちゃんも出会ったかな。そう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 。え、え、はい、お母さんはいきますよ。なんか書いていくよ。せーの、オープン、どうぞ。スリープ入力。スリープ、寝ちゃったよ。え、ちょっと休日スリープしたの。めっちゃ面白いね。なんだと思った。スライド。あ、スライド。あ、スライドと思った。あ、スライドね。フリック。なるほど、なるほど。はい、じゃあ答えの方をオープンしてみましょう。こちらです、どうぞ。イエーイ。フリック入力なんです。あ、私間違えてた。え、なんだった、なんだった、リコちゃんだみたいな。フリック入力。あ、そうだよね、実はフリック入力って言うんです。だってフリック入力って出てきますよ、これ。フリックは分かるけど。はい、なので正解がサワイアンとリナちゃんと。もうすげえ、すげえ自信満々だった今。え、でもフリック、もしかしたらフリック入力っていうかも。え、ちなみにごめん、かんちゃん分かんなかった感じは何だったの。あ、違いました。最初、なぜか刀って書いてて、俺なんでこんな刀って書いてて、私違うわと思って、交換したら、ちょっと上が足りなかったんですけど。なるほどね、上が足りなかったんですね。ちょっとこうね、難しいのがね。足りてよかった。足りてよかった。ちょっとずつね、あるんですけども、もう一枚
行こうかな。もう一枚行きましょう。はい、じゃあ続いての問題こちらです。行きますか。はい、はい、はい。では問題どうぞ。はい、8月を英語で、今回綴りです。わあ、8月は英語で、ちょっと待って、うん、アルファベットですか。アルファベット、ちょっと待ってください。綴りをね、書いてください。あ、でも私の位置ならわかるかも。え、もっともっと待って、ね、出だし二文字すごく簡単だからね。ふんふんふんですか。ん8月何。私全部かける。これ全部かけると言って私のところ間違えたら私のところだろう。あ、間違いやすいとしたらリーコちゃんかな。でもそれが分かってるってことは大丈夫なのかな。大丈夫大丈夫、聞いてる。どうした、かわいいかもしれない。ふふふふが何も出るけど、え、ふふふ、わははは、わかってる、わかってる、わかってる。もはや何を伝えたいのかがわからなくなってきて。黙ろ、黙ろ。はい、いいですか、いいですか。なんかこう、これっぽいなっていうの。かん、信じろ、自分を信じろ。いくよ、オープン、いきますよ。え、いくよ、はい、いきますよ、せーの、オープン、どうぞ。読めない。おお、すごい。正解はこちらです。おお、よかった。ということで、いいから始まってしまいましたね。なかなか、今正解だったのがサワヤのリュウとサワヤとリモチャとノーベストディネ。根本的に分かっちゃうけどできない。すごい熾烈な一言今。はーい、たまに一つ書いたことは思えない。なかなかだったね。オーガストっていう単語が出てきてた。はい、全部出てきたんだ。なるほどね、出てきました。でも出てこなかったね。オッケー、出てきてた。綴りかかったからね。はい、わかりました。というところで2時間目が終了でございます。いや、なかなかね、こう2ポイントのねものとかもあったりして、そうね、なかなか大荒れっていう感じでしたが、ちょっとね、みんな疲れたんじゃない。はい、結構疲れたんじゃない。はい、っていうかね。はい、というところで、じゃあこのまま3時間目に入っていきたいと思います。3時間目の時間はこちらです。どうぞ。なんだ、レクリエーション。見に来ていただいています、お席に座っているお客様にご協力をお願いしようと思います。個人の点数というよりはもうお客さんに伝わるかどうかの、ね、問題となってくるので、今からですね、行うのがシアターゲームなんですけれども、こちらがですね、皆さんに即興芝居をしていただきます。っていうのが、まず皆さんに、シチュエーションなどを書いた紙を配ります。まあ簡単にトランプを例として説明すると、1から6まで順番が、数字があると思ってください。1っていうのは一番位が高い人です。で、6っていうのは一番位が低い人になります。それを彼女たちがお芝居で見せますので、お席に座っている皆さんが、順番を、1から6までの順番を当ててくださいというものでございます。はい、そうです。なのでこれからはね、もうみんなちょっと得点をお客さんに頑張って入れてもらうということを頑張ってもらわなきゃいけません、はい、一応こちらでは2つお題を用意しております。で、1つのお芝居につき3分間今から皆さんに即興芝居をしていただきます。3分後、下にあります、ボードにですね、1番誰々の名前ですね、2番誰々というふうにお名前を書いてもらいますので、覚悟して見ててください。はい、でももしこれ全部、全員の1から6までの全員の順番を当てることができましたら、ちょっとした特典をプレゼントされるやもという可能性がありますので、お客様皆さんもね、ちょっと頑張ってください。はい、でコメントでもしね、あれでしたら予想入れていただいても大丈夫です。特典はちょっとあれかもしれませんけど、ダメかもしれないけど、はい、というところで大丈夫ですかね。はい、はい、はい、どうぞ。私たちはその位は分かるんですか、うん、位は分かり、あ、自分のものしか分かりません。え、じゃあ自分のは分かるけど、うん、他の人のは分からないでやるってことで、そうです、演技で探っていかなきゃいけない、言ってください。はい、大丈夫ですか。あと質問ある人、
大丈夫かな。はい、じゃあ行きましょう。まずですね、一番最初のもの、あ、これね、出席番号順に引いててもらいます。で、隣の人、後ろの人に見えないように。あ、そう、あの後ろ意外と見えちゃうから結構気をつけてね。はい、で、このお題が今回は一発目、教育課程です。教育課程という中でどういう順位がついているのか、それもちょっと考えつつ、そうで、誰が1番で誰が6番なのか、あの下のボードを使ってください。どういうことですか、あのこれはどういう気持ちで私で、その時の感じで、その書いてあるシチュエーションそのままに、それをもう分かりやすくやっていい。これってどういうことですか。私ヒント言えますよ。これ言える。私が今引いたのは、自分自身。あ、はい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 、私の今いる、あ、理解っていう。理解じゃないですか。でも分かりますよ。でも分かんないですもん。私だってこれ、自分がこれじゃなかったら多分演じなきゃね。チンプはだから、その分かった。この学校教育の家庭にいる過程にいる人を選んでください。わかりました。で、その中でお客さん、見てくれてるお客さんに、順位をつけてもらいます。誰が一番上の順位に、順位というか上のところにいる、誰が一番下なのかっていうのをつけてもらいます。はい、はい、じゃあみんなはもうここからは、ボード使わないので、ボードは置いて動いて大丈夫です。下げたい方は下げますか。うん、そうです。先生だけちょっと言っちゃった。いいよ。まあ、1回目だからね、まあ、ヒント引くと、まあ、ヒント何すればいいのか。そう、私だもん。そういうのがね、あ、みんな髪は戻すかい。はい、じゃあもう一回見とく。ドキドキする。はい、行くよ。はい、じゃあ今から3分間いきますよ。お客さんに伝えてください。よーい、スタート。ねえ、誰か遊んでよ。長くしとこうかなって先輩に怒られるかな。個人プレイよりも相手にかけて伝えてもらっていいかな。それをみんなで動物園みたいになって、すごい動物園になって。でもね、その動物園がなくなっちゃう。お姉ちゃん、赤いの撮ってるの。赤いの撮ってるの。いや、超わかる。待ってて、お客さんが一番上に。私も最近までこれくらいだったな、かわいいな、あ、懐かしいな、それ。いや、もうわかるやん。今だよ、もう並びましょう。いいな、かわいいな。まだ1分で、まあ、ちょっと大人になったからね。あと2分あるよ。いや、あと2分あるよ。いや、あと2分あるよ。カラオケ行こう。カラオケ行こう。お姉ちゃんだよ。可愛いな。あと、いいよ、遊んであげる。お姉ちゃんでも最近ちょっとな、勉強もだるくてな、嫌だしな。ね、本当にそこでやってこないと本当に効果しない。いや、本当だるいから勉強とかいい。本当に効果。今やらなくても何も大事ないから。今後悔。本当に後悔しない。おやつ。おやつ。ママ。給食のパン。給食のパン。すごいですね。餌あげてる。なんだかすごいことになってましたね。なんか動物園とか、動物園みたいですね。はい。
役者さんは皆さんお席にお戻りください。じゃあね、ちょっとお客さんのね回答をちょっと見せていただこうかなと思います。はい、オープンしてください。どうぞ。伝わったのかな。1けいちゃん、2のんちゃん、3がのぶちゃん、4がりなちゃん、5がりんご、6さわやん、あれお、のんちゃん、けいちゃん、のぶちゃん、りなちゃん、さわやん、りんご、あーなるほどね、りな、けい、のぶ、のん、さわやん、りんごで、けいちゃん、のぶちゃん、のんちゃん、りなちゃん、さわやん、さわやん、りーこ、さわやん、りーこ、さわやん、りーこ、りーこ、さわやん、あーなるほどなるほど、そうだね、ね、あ、まあそうね、私もね、見ながらね、そうかなと思ってました。でも、じゃあ、ちょっと正解の方をね。はい、じゃあ、一番年が下だった保育園で書かれてた方、はい、さわやん、さわやんが一番下でした。で、じゃあ、幼稚園って書かれてた人、はい、あ、はい、じゃあリコ、幼稚園か、ね、そう、保育園、幼稚園、長いかな、ここはね、まさかのね、そう、幼稚園より下があったっていうね、まあ、で、次が小学校かな、はい、はい、小学校がりなちゃん、はい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 、で、中学校かな、中学校か、のぶちゃん、おー、リーチじゃない、結構来てるよ、お客さん、いいね、今一人ね、リーチが、うん、そして中学校まで言った、高校が、はい、のぶちゃんです。おー、ということで次、大学生一番上だったのがけいちゃんです。あー、正解、おー、コンプリートが、コンプリートがいらっしゃいました。いやー、ちょっとね、やっぱ気持ちが通じた、さすがです。ということで、後でちょっと得点をかけたですね、ものをちょっとやっていただこうかなと思います。また新たなチャレンジがあるんですか。まさかの一番最初からコンクリートが正解が出るということは、だからもうみんなの芝居がきっと伝わったっていうことなので、みんなにポイントが入ります。入るんだ。伝わったからね、伝わったからね。あ、違う、これじゃない、私がね、今お渡ししようとしてるのはそれじゃないんだよな。ちょっとお待ちくださいね。あ、じゃあ、コンプリートの証明にちょっとお持ちください。はい、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 じゃあもう一回やろうか。はい、もう一回やろうか。はい、じゃあ出席を、あ、さっきこっちからだったからね。一番最後だったのんちゃんか。はい、じゃあのんちゃんから引いてください。すごい、はい、あなたに選ぶ権利がないのよ。なんだって、こういうふうにね、ちょっとね、色々、これ絶対難しい。難しい、難しい、これは難しいよ。ちなみに次のお題というか、テーマはですね、貧富の差というところになっております。これ食べない、まず食べられないでしょ。貧富の差、これをどう表現してくれるのか。まあね、女子の偏差値言って、役者だから。あれですか、あの大富豪の作ですか。あー、まあそれに近いところあるかな。落ちました。あ、ごめんごめん、ありがとうございます。回った、みんな回った。はい、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 上にどれくらい、下にどれくらい、そうだね、いるか分かんない、ね、ちょっと分かりにくいですね。はい、じゃあみんなあれだったら、お、あ、見た、見た、見た、はい、じゃあ、はい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 、入れてちょうだい。絶対難しいと思う。はい、じゃあ、はい、じゃあ今から3分間、はい、いいですか。はい、はい、じゃあ、はい、アクトスペースを作ってください。さあ、お客様、皆様、頑張ってください。いや、これは難しい。後ろの皆さんも予想してくださいね。うちらも難しいもんね。はい、じゃあ行きますよ。よーい、スタート。いや、もうお金はね、もういっぱいあげるよ、本当に。まあ、配ってあげる、配ってあげる。いや、もう、マッチか。あげるどころか、家あげるよ。あげるんですか。ありがとうございます。みんなに家あげるよ。買ってやるよ。100% ですか。100% くらい。あ、でも、そうなんか大変なんだよ。いやいや、メイドつける、メイドつける。いいですか。すごい貧乏そうだから、あの、土地あげる、土地。10万ずつぐらい、もう全然あげれる。ちょっと10万ぐらい生活に困ってる。いいよ、ありがとうございます。私だって1人1億円あげる。いいんですか。10万でも十分だって、月の給料の半分くらいに。
たい。それくらいの。あ、もちろんです。もうこれからも。何億くらい。え、皆さん、あの、お庭にプールはありますか？あるあるある。ありますか？あるある。お庭はお持ちなんですね。え、お庭の中のお庭にプールはありますか？マッチ売ってるぐらいじゃない？いいや、ダフーですよね。家は。あるけどボロボロ。ああ、そうですか。お家はない。この間道に座ってた方ですよ。道に座ってた方の時、あの、ちょっと出社の時でちょっと急いでたんで、ごめんなさい。ちょっと詰まれちゃって。私、あなたにマッチを買ったんですよ。あなたが持ってたマッチを買ったんですよ。私です。はい。覚えてないですか？どれくらいがすごいの？なんか家とかどれくらいで出した？家、なんかもうハワイにもグアムにも台湾にも中国にも全部のとこに出てきてあります。すごいですね。あ、でも私はそうだね、国内は買い占めてるかな。あ、もう国内だってちょろいですよ。なるほど。あ、ごめんなさい、違う、違うんですよ、本当に。奥さんは？奥さんどれくらいですか？いろんなところに銀河系が来るんだよ。一緒ぐらいのことになっちゃう。なんか住む世界が違うみたいで、それ多いです、ここに。私、今度宇宙旅行行くんですよ。連れてってくださいよ。あの、十分なお金はちゃんと持って行きます。いや、でも宇宙旅行行ったら3年間そこに住んで、その覚悟があるので出てきます。出るとかじゃいいや。はい。サワヤンはまああれですかね、あの普通に働いてるのかな。あ、そうなんです。あの、じゃあ今度あのうちの会社来なよ、あの雇ってあげる。あ、いやいや、私飲んでない。いや、私飲んでる。家にいっぱいあるし、なんかネズミとかいっぱい出てきちゃう。なんか近く住もうかな。ちょっと近く住もうかな。はい、残り5秒で。もうね、毎日だ。結構黙ってるけど、ちょっとね、どれくらい持ってるのか、毎日わかんない。でもね、静かな人こそ持ってる。終了。なるほどね。一番持ってる。はい、終了だよ。って感じになっちゃう。終了。はい、じゃあ役者さん、お席にお戻りください。難しいね、最後の方に。難しいね。最後の方にちょっとだけこう、お、これかなっていうのがね、見えたかなっていうふうに私は見てて思いました。面白いですね。はい、じゃあお客様はどうでしょうか。見当つきましたか。はい、じゃあ、お願いいたします。橋の方からの、のんちゃん、けいちゃん、のぶちゃん、さわやりな、じゃんりーこちゃん。一番が、のんちゃん、のぶちゃん、けいちゃん、りなちゃん、さわやりくん、同じです。のんちゃん、けいちゃん、のぶちゃん、さわやん、りなちゃん、りーこちゃん、おー、のんちゃん、のぶちゃん、けいちゃん、さわやん、りなちゃん、りーこちゃん、あれ、あ、これは、お、みんな一緒でもないの。いや、みんな一緒じゃないね。よくしてた。3人同じ答えがという。なるほど、なるほど。そうこういう風に映っていましたということですが、じゃあ一番下から行こうかな。まず大貧民だった方。はい。はい、リーコちゃんでございます。はい、続いて貧民だった方。はい。はい、リーコちゃんですね。家があること、家がないこというところで分かれましたね。はい。はい、続いて平民だった方。はい、さわや。そうね。仕事にずっと行ってたもんね。仕事に行ってたもんね。はい、次が富豪だった方。はい。あ、のんちゃん。のんちゃんだったか。今二人リーチですね。二人リーチだ。おお、すごい。素晴らしい。じゃあ続いて。ここが難しいね。ここ難しいよ。大富豪だった方。はい。あー、のんちゃん。のんちゃん。大富豪。大富豪の目にいるんですか。そう。大富豪。で、これ大富豪。今ここで出たその上一体何だったのかって言いますと、名前呼ばれてない方、あなたは女王様でした。待って、女王様ってちょっと深くないですか。物語の話だよね。もはやね、もはやね、ちょっと無理やり持ってきました感じ。無理やり持ってきた。分かった。だからケイちゃんで喋んなかった。なるほどね。賢かった。女王様感出たらあれだ。ということで、コンプリートはならずということでしたね。でも最後にね、のんちゃんがね、黙ってる人こそ一番まだ金持ってるもんねって言ったもんね。あ、素晴らしいね。いい顔をしてたと思います。でもちょっと私がやりすぎちゃったはい、ということでね、2問目は正解ならずっていうところでしたが、これで3時間目を終了としたいと思います。はい、はい、楽しかった。楽しかった。面白い。これはすごい面白かった。もっとね、私たちもこう研究してね、
内容をもっとちゃんと理解してやれればなって思いますね。はい、これで本日の授業が全て終了となります。この後はですね、最優秀者と補習者1名を決めていきたいと思いますが、その前に一旦 CM に行きたいと思います。それでは女王様にお願いします。はい、女王様お願いします。女王らしくね。どうぞ。アッシュベリーサードミニアルバムブラックブルービー Now on sale。 多くて申し訳ないです。それではですね、私浅見加穂の独断と偏見でですね、本日の成績優秀者と補修者1名を選びたいと思います。それでは先に優秀者から1名発表したいと思います。本日の優秀者はプリウス針山リアちゃん。喜びの一言をまず行きました。行きましたね。なんか手伝っちゃって、うん、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。さて、それでは本日の補習生徒を発表したいと思います。本日の補習は吉田信子。連覇ならず、ちょっと残念でございますが、あなたには、罰ゲームをちょっと受けてもらおうかなと思います。本日の罰ゲームはですね、カメラに向かってキス顔10秒。うわプラス、ツイッターのアイコンキス顔、もしくは、キス写真を、ツイートしていただきます。はい、あーはーい、はい、じゃあ、ぶちゃん、カメラに向かってキス顔を10秒決めてください。みんな、ショールームスクショしてください、うん、そうそう、みんなスクショでね、逃げられないようにして。なんで、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 会場のみんなも準備して。なんで、みんな準備しなくていいんだよ。いや、本当に、スクショしないと消せるんで、自分が。だから、わざ全然消せないと、すべて。はい、じゃあ、一番のカメラに向かって、のぶちゃん、お願いします。10秒お願いします。はい、行きますよ。じゃあみんなでもう強制的にね、もう5秒のカウント入れます。いきますよ、せーの、5、4、3、2、1、どうぞ。なんか言ったらいいですか。いいよ、言ってもいいよ。顔をした瞬間から10秒カウントするから。はい、はい、
あのじゃあ します。はい。います。ちょっと待ってどうしよう。はい。せーの。はい。一、二、三、四、五、六、八、九、十。あーい。10秒っていうのがね、なかなかね、聞くんだよね。わかりますよ、この気持ち。まだ来ない。なかなかだね。あ、まだ来ない。あ、まだ来ない。投げてる、投げてる。いや、余計恥ずかしい。はい、かわいい。ありがとうございました。はい、というわけでですね、本日の授業、罰ゲーム含め全て終了となります。はい、お疲れ様でした。じゃあちょっと先生に告知させてください。はい、すみません、あさみかほですね、舞台に出ますチーム在路コーパ本公演ですね、モノムーン、これ3部作の第1部目となっております。あと2作はどうなるんでしょうか。7月26日から7月29日荻窪小劇場にて公演いたしますので、詳しいことは浅い水と書いてあさみかほのツイッターからよろしくお願いいたします。はい、お願いします。以上でございます。それでは皆さん、本日もお疲れ様でございました。はい、じゃあ皆さん起立して最後のご挨拶しましょう。はい、いきますよ。皆さん今日もお疲れ様でした。起立はしてる。失礼しました。はい、それでは礼、ありがとうございました。